第1回ショータイムカップ。皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。10万円です。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は岐阜県岐阜市にある金園町接骨院にこの大会のスポンサーをしていただきました。ナイスナイスバーディーです。さあ、では後半もお願いします。お願いします。みんな1アンダー2アンダー。ナイスです。大丈夫、大丈夫。左OK ですね。本戦になっちゃう。面白くしてくれますね。まあまあまあ、さすがですね、まあまあ、YouTuber、 まあまあまあ、任せて YouTuber 竹内プロ任せて。この辺では飽きさせないです。ハイヤードです。9ぐらい。もう対岸ないんですか今。対岸なくなった。ワンボールをこれか。あ、これ？これ超腐ってる。あ、これじゃない？俺のものがいけねえ。ツアーステージだったでしょって。俺ツアーステージじゃなかった。うん。何年前のツアーステージだったの？そう。ツアーステージやられたわ。7番。3打目。150の上り。木はね、木の裏ですね。木は越えた。8番。155ヤード。うん、155、1番。上り。打ち上げか。深い。1番。
1番で距離は3ヤード、はい、150ちょい。ナイスオンです。左ギリギリになりました。雨が鬱陶しいね。鬱陶しいですね。濡れるっすよね、意外とこれ。プロ4打目グリーン手前のラフからちょっと微妙な距離残しました。小生のバーディーパット。ですけどカップまではあんま下ってない。越えてから下っていく感じ。ナイスタッチ。バーディーパット6メートルぐらいスライス。よし、うわこう狭いですかね、フェアウェイが。むずいですよね。テロキは2メーター半のボギーパット。これでこれボギーで耐えたらでかいです。そうせた浅瀬くんがワンアンダー、はい、キープ。テレウキがイーブンパーとなっております。また雨や、やっぱ。あ、大丈夫よ。優しいね。いやいや、一応先輩なんだ。一応いらなかった今の一応。出ちゃった、先輩ですよ、マジで。3つも上ですからね。何でそんなことなんですか。年が上だけだね。いやいや、年以外の上。アメリカに行ったの俺の方が遅いですからね。いや関係ない。ある意味俺後輩ですから、ね、いややめてください、そこ。めっちゃ降ってるっすよ、ショートさん。マジ傘差した方がいいっすよ。大丈夫、今多分誰も喋らないですよ、この時間。沈黙の役員はちょっと落ちちゃってるんだ。ダボだな、ちょっと。ダボだよ、ちょっと喋んなきゃ。喋んなきゃ。めげない。後半の目標、心折れない。それにします。10万じゃないですか。その先に10万円。心が折れなければ大丈夫。496ヤード。パー5。
あ、越えなかった。でもまあフェアウェイど真ん中さあ、てるきはドライバーさあ、ダボの後もこのホールってバーディー取れたらでかいですね。フックしてるけど、バンカーはね、いかない。まあ、まあ、水滴で見えないと思います。ごめんなさい。バンカーから、顎が高いので、刻みます。ナイスアウト。水含んだラフに左に持ってかれましたね。ヤード100ヤードクリック、クリック、でかいですね。グリーン方向行ってるけど届くかな。手前ですね。92ヤード52度平らなとこギリギリまで持ってきました。まっすぐ行ってる、ピンまっすぐ。This. ゲイツピョロの3打目一旦ピンが見えないと思います。70ぐらい、52ぐらいか。打ち上げです。うん、いい感じ。うん、ナイス。バックスピンが逆にかかった。うまいね。みんな雨でだんだん黙り込んでしまう。冬もない。これから真剣にやってくださいみたいなやつあった。ミンゴルみたいにふざけてんの嫌いですみたいな。
さ、手浮きの。バーディートライ。7メートルぐらいの下りのフックですね。雨で重くなってるんでね、しっかり打っていけるか。やっぱね、雨でね、雨の分ですね。ナイスパー。佐治君も似たようなラインから5-6メートル。調整もね、同じぐらいの距離にあるんで。いやさすが、このライン決めてきましたね。雨の分ですね。ってことで、浅地君2アンダー、翔星が1アンダー、竹内君がイーブンパー、ついに浅地君が1位に、ビリから1位に。12番パー4、381ヤード。ストレートなホールです。ちょっと左。当たり悪い、まっすぐは行った。ナイス。1位から最下位になってしまった。残り7ホール、まだチャンスは全然あります。難しいよな、ドライバーだと。アイアンだったらできるけど、ドライバーだとやっぱ今の球になっちゃう。
どっちかと逆の方がおすすめだね、今この路上に右向いて引っ張る。竹内くんの2打目ピンはね、ピンはここ感じとなっております。うまっ、おお素晴らしいね。これもピン方向いってます。ちょい右ですね。105、16度。飛びますね、翔星くん。これはいいぞ、距離さえ合ってれば。うわ、でかかった。飛びすぎでしょ。激うまだったね、あれ。すごいね。全然自信なかった。どうやったら抜けるか。目の前の木に当たるイメージ変わる。竹内プロの3打目。林からあそこまで持ってきましたね。十分パー取ります、ここから。ピンはここです。ちょっと弱い。力バーディーパット下ってますね。でも、まあ、雨でちょっと遅くなってるんで、しっかり打てるかどうかですね。あ、打ちたけどちょっとラインが違った。あ、浮いた。浮いた、食べてますね。10秒チャージしました。サジプロのバーディーパット、5メートルですよ。ちょっとフックが強いですね、カップあたり。これも入った。はーい。ナイス。ちょっと差を見せつけられてますよ、お二人さん。気持ちいい。結構マーク大丈夫
よっしゃ。スコアを落としてしまいました。小生のパーパットは80センチなんですけど油断はできませんよ。うん、ナイスパー。サジ君が3アンダー、小生はアンダー、チェルキがアオーバー。この動画をご視聴いただきありがとうございます。そして今回スポンサーしてくださった金園町接骨院の方々、本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。ナイスです。ショータイムではいつでもプロが集まった試合のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひ概要欄からメールに送っていただけると嬉しいです。お願いします。